足立市立聖堂小学校の伊藤と申しますよろしくお願いします本校はこのような研究テーマで研究を進めてまいりました今日はこういった流れで発表していきたいと思いますまず本校の背景と課題ですが2014年度にタブレット端末が導入されその中で学びのある授業とは一体どういうことなのかということを改めて再認識する場となりました そこで出てきた子どもの課題なんですがこのような3点のことが課題として挙がりましたこの課題を解決するために3つの柱1つ目青少・青道小学校アクティブ・ラーニングモデルを開発することそして教員の ICT 活用指導力の向上3点目研究成果の校外への波及この3つのこののつとに取り組み、 学び続ける学習者を育てたい、こういった思いで研究を進めていきました。取り組み内容についてです。まず1つ目、聖書アクティブ・ラーニング・モデルについてです。アプローチ方法として3つ。1つ目、課題解決学習のプロセス。2つ目、思考力、判断力、表現力の育成。3つ目、 効果的な ICT の活用、この3点でアクティブラーニングでアプローチしていきました。同時に、学習指導案の工夫と改善にも取り組みました。従前の指導案を授業をデザインしていくという観点で再構成し、単元デザインシート、本時デザインシート、それぞれ B4 サイズ1枚で改めて工夫改善を重ねていきました。後ほど説明いたします。 現在のイメージとしては、課題解決学習のプロセスと単元デザインシートをリンクさせる。そして思考力、判断力、表現力の育成と効果的な ICT の活用をうまく掛け合わせて、それと本次デザインシートをリンクさせていく。これが現在のイメージです。もう少し詳しく説明していくと、課題解決学習のプロセスというものは、まず課題の発見、設定、 それから課題解決の方向性を計画その中で知識技能を獲得していきさらに獲得したものを活用した活動を取り入れていく振り返りを行いさらに次の課題へ結びつけていくこの流れを単元デザインシートに落とし込むことでより工事の学びへのスパイラルそして学び続ける態度が育成できるのではないかと考えました。 こちらが単元作りりデザインシートになりますこの部分が従来の児童館の部分そしてどういった教材なのかの教材館の部分こちらの部分に単元の目標であるとか学習計画の部分があります思考力判断力表現力の育成として本校が以前から研究していた言語活動を16に分類しました この赤で囲った部分ですが比較分類あるいは関連付けるといったことこういった活動を強化を問わず取り入れていけばいいのではないかと考えましたさらに ICT の活用についてですが思考を深めるために5つの場面に分類しました課題計画の共有調査そして整理分析まとめ表現え振り返りの共有 この5つの場面に分けて ICT の活用を目指しましたえつまりえこの2つを掛け合わせるということは16の言語活動と ICT 活用5つの場面をうまく掛け合わせてこれを行うことによって子どもたちの思考が可視化されお互いの考えを知る手段となり学び合いや共同へつながるのではないかと考えました この流れを本次のデザインシートに落とし込み、このような形で改めて再構築しています。本次の授業の流れ、そして言語活動の部分、使用した ICT であるとか、版書計画などもここに書いてあります。実際に実践事例を動画でご覧いただこうと思います。先ほどの言語活動、一つ目は、 比較の部分、それから構造化の部分、え、これに関する取り組みです。え、本校、え、芦市なんですけども、芦屋市の有志の教員で、タブレット利活用探究チームというものを作りました。その中の青銅小学校の取り組みです。3年生理科、超育て用の単元です。 えっと構造化のためにステップチャートというえものを使うのと比較のためにベンズを活用した取り組みです。でこの二つの活動を行いやすくするためにタブレットを使いました。えっと動画流れるかわかんないんですが、もう一つは評価順序立てに関する取り組みのところです。はい、五年生国語天気予想するの単元です。 の狙いとして分かりやすい説明の工夫を見つけて実際に説明するということでプレゼンを取り入れましたプレゼンと ICT の相性がよくて実際の授業でも分かりやすいプレゼンが行われていましたすいません失礼しましたがえ続けますえっと2つ目です教員の ICT 活用し導力の向上でこのために ICT 機器の常設化、それから ICT ミニ研修会の開催、そして授業協議会でのタブレット活用を行いました。この3つ目の部分、説明します。真ん中の部分で指導案、デジタルシートですね、えっと、すいません、デザインシートです。デザインシートをタブレット上のデジタルワークシートに取り込みます。で授業中に参観者は気になるポイント、あるいは子どもの学ぶ姿等をタブレットで撮影します。 で授業後の協議会でこのシートを見ながら会議を進めるということで、まあ実際の子どもの様子であるとか授業の雰囲気が写真で残っていますので、えー、事後研、授業研究会、イメージが湧きやすいといったことがあります。最後です。研究成果の校外への波及についてです。えー、研究成果を校外へ波及させるために、 まず芦屋市内各校への波及それから阪神地区の学校への波及そして兵庫県全体への波及を目指しました本校だけの取り組みではないんですが先ほど紹介したタブレット理科学を探求チームが作成したパンフレットですここに本校の事例を掲載させていただきまして研究成果が市内へ波及するきっかけとなりました。また 阪神地区、兵庫県全体の波及ですが阪神地区への波及としては情報教育研修会での事例や研究成果の報告をさせていただきましたそして兵庫県全体へは教育委員会ホームページへの事例を掲載させていただきまして各方面の方々にご尽力いただき、えー、全体への波及の道筋も見えてきましたこちらが実際に兵庫県教育委員会ホームページに掲載してある実践事例集です 子どもたちの活動の様子の写真、そして授業の狙い、主に活用した ICT 機器、さらに成果等を載せています。最後に今後の展開についてです。主に2点なんですが、継続と進化をキーワードとして挙げました。継続の部分では、教員の入れ替わりの対応ということがあります。 さらに、ベテランの先生から若手の先生へのこういったことを実践地として継承していくということがあります。進化の部分では、デザインシートや実践事例集を今年度も工夫改善をしています。そして日々の授業を進化させ、こういったことが子どもの学びや成長へつながるように研究を進めていきたいと思います。すままません、いいいろろあありりししたた。ががごご清聴ありがとうございました